クリストファーリー・ストラットンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、リーグチューペロ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。愛称はストラット。2012年の MLB ドラフト一巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 セーラムカイザーボルケーノズで、プロデビュー。8試合に登板して0勝2敗。 防御率2.76、16奪三振を記録した。2013年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレイし、22試合に先発登板して9勝3敗、防御率3.27、123奪三振を記録した。2014年は A 級サンロゼジャイアンツと A 級リッチモンド、フライングスクールレルズでプレイし、 2球団合計で24試合に登板して8勝9敗、防御率4.80、120奪三振を記録した。2015年は A 級リッチモンドとトリプル A 級、サクラメントリバーキャッツでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して5勝10敗、防御率3.95、111奪三振を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年はトリプル A 級サクラメントで開幕を迎え、5月30日にメジャー初昇格を果たした。同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは7試合に登板して1勝0敗、防御率3.60、6奪三振の成績を残した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2017年は13試合に登板して4勝4敗、1セーブ、防御率3.68、51奪三振を記録した。2018年は28試合に登板して10勝10敗、防御率5.09、82奪三振を記録した。2019年3月26日に、 ウィリアムズ・ヘレスとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。5月7日に DF となった。2019年5月11日に金銭トレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。平均91.7マイルパーアワーのフォーシームにカーブ、カッター、スライダーといった変化球を織り混ぜる。ありがとうございます。